あっげえな、これ。上原さんいつも応援しております。質問ではなく、残悔話になります。ちょっと長いから、うんうん、えー、っと、ことの始まりは2020年末の閣劇喫茶アメ順に梅原さんとガチ君が出演された回です。もう2年前かあれ。あ、違うか、1年前か。閣劇喫茶は毎週楽しみ、楽しみにしていた番組では、ようやく王が出陣されたことに感激していました。 その時のメ原さんを見ながら、やっぱ男前らしかっこいいなといつもの感じでしたが、ここで違和感がありました。あれ、いつものいつかちゃんじゃなくね。なんか目がいつにも増してキラキラしている。これは間違いなく惚れてるわ。まあ当たり前かと。しかしここから私のアホが加速していきます。ネモさん配信にいつかちゃんはメ原さんに惚れてますとわけのわからないコメントを書き、それを拾ってくれる優しいネモさん。そしてなぜか河野さんの YouTube のコメント欄に、河野さんは女関係にだらしないと思うので、いつかちゃんにやって出さないでください。 いつかちゃんは梅野さんに惚れてますという気持ち悪いコメントを送りました。本気で惚れているだろう ?7 割。ネタ3割。かっこネタになってないですが。その後、川野さんのコメ欄に3回ほど同じようなコメントを送りました。それから半年が経ち、いつかちゃんがミルダムで配信をしていたのを初めて知り、しばらくいつかちゃんのスト5配信を見ていました。ランクも中心だったのですが、どれもやり始めて視聴者さんと雑談されていました。もしかしてというか、絶対いつかちゃんのメモに入ってるだろう その当時は勢いでわけのわからないコメント連発していましたが、私はとんでもないやらかしをしたと思い、洗いざらい話して謝罪いたしました。予想通り、いつかちゃんはカノさん YouTube コメを、なんだこれなんていうのいカノさん YouTube コメを、なんねなんていうのわからん。やや怒っておられたのは当然ですが、ここは天下のいつかちゃん。名前を変えたら反省したとみなして許していただきました。存じておりました。あ、存して存してだからか 存じておりましたかそういうことね、えー。なぜかコメント欄にミツさんもいました <laughs>。梅原さんに私、えー、過去いつかちゃんは惚れてないからあなたは勘違いやろうだと。えー、そして私は勘違いやろうとして見るのも様さあっています。ぶ、え、ん、ー、大変失礼いたしました。夜,は夜勤夜芸と時ョさんの情熱最策を見てテンションがおかしくなった勢いで書きました。うーん。これは確かに気持ち悪いですね。っていうかこれね、あれだわ。 あの俺がその雀荘で喰らった勘違いの人と同じ行動だわ。やってることが。うん。勝手になんか、あ誰々は誰々のことが気に入ってるみたいなって、周りに迷惑かけるっていう。全く一緒だな。うん。小 <laughs> 学生、 でもこれはないよな。保育園児ぐらいの、保育園児ぐらいじゃないか、これやろうって。小学生でもこれはやらないよな。うん。まあでも気持ち悪いっていう自覚があるのはまあ、いいね。皆さん、こんにちは。